今真正面ね、川の向こうに見えてるのが三公園、もともと料亭だったんですけど、今なんか PCR の検査センターって書いてある。あそこもね潰れちゃったんですよ。ちょっとあのいろいろあってですね、その裏事情は知ってるんですけどね。で、あの界隈があれですよ、清川ですね。そして今この大きな、ね、ドコモビルが建ってますけど、ここに昔緑屋電機っていうね、まあこじんまりした電気屋があったんです。まあ電気屋って言ってもね、当時まあ2階建てで、あの今の山田とかあんなでかくなかったけど、一応地元の人たちがねいっぱい来よった。でそこのなんか外になんか小さいブランコとか、なんかちょっとした、本当にちょっとしたなんか遊び物がありましたね。昔はだってさ、あんな風にワンルームマンションとかも建ってなかったし、結構まあ遊郭がねあった地区だから、ちょっと柄が悪い、まあ住吉も良くはないんですけど、うん、結構古いなんか一戸建てとか、まあ遊郭物件とかたくさんあったよ。でね、よくねこの川に降りてみんなで遊んどった。昔はね、なんかもうちょっと魚がおったような気がする。オタマジャクシとかさ、うん、ここのね下をずっと伝っていくと、なんか中学の方までね行けたんですよ。今バスは博多駅方面からずっと来てますね。まあ今はこの辺りはね本当にマンションもたくさん建って、アクセスはねここバッチグーよ。だってさ、博多駅も中洲も天神もめっちゃ近いよ。ここのなんか中古用品店はね昔からある。小学生の時はさ、住吉小学校やったけど、あの地域の人たちに配る手紙をね、あの持たされて、それ住所を調べながら渡していくんですよ。一人なんか20通ぐらいノルマがあって、で私はその住所を見つけて持っていくのがすごい得意で、まあ、元々地理が大好きだったんで、私はさ、あそこ今降りれるかな。ここさ、ここっていうかどこもなんやけど、昔はね階段とかがあって、あの川の下に降りれよったっちゃん。あもうないね。昔はね結構いろんなとこからね川に降りれよったの。まだゲーム機とか携帯がある時代でもないけんね、本当に何もない時代 でこの辺の旧地名が宮崎って書いてあるね。そう、こんなね路地裏とかでね結構遊びよったっちゃ。でもまだ古い家は残っとるね。旅館がねいくつかあったよこの辺に。この辺の地区にねある旅館だと、そのねそういう旅館なのかああいう旅館なのかよう分からんけど、まあ、ちょっと怪しい旅館はあったね。どこやったかいな。でもこの中にあったっちゃ。のあの物件とかも怪しいね。あれやったかな。いやとにかくねもう変わり果てたね。結構この辺ってあの古いアパートとかさ、もうツタボロとか、あとなんかお菓子問屋とかそんな建物がねあったっちゃけど、
今左のはホテル、敷地も駐車場になったしね。まあ駅から近いけんね、土地は高いよ。あとまだあるった。これ昔からあるよ。でさ、友達がなんか住吉うなぎ屋とかさ、理髪店とかさ、この辺はいっぱい商売しよる友達の親がおったっちゃ。ジャングルみたいに荒れ果てたね、土地とかもあったけど全部マンションに変わっとる。光立ちかり店が入っとるね。でこっからずっと奥に行くとキャナルシティとか中洲方面。これはね、氷炭池って言って、亀がおるっちゃ。今おるかな？もう真正面は住吉神社。ほら、今亀おらんごとなっとる。前はね、いっぱいね、亀がね、おったとよ。この真正面のさ、ビューティーサロン、ハリウッドも、当時は、めちゃくちゃ綺麗で、人気やったとよ。ちょっとすごいことになったね。そう、ここにね、郵便局があったの。昔のデザイン、定額貯金って書いてある。あ、こんな古い。そうそう、ほら2階にドアがあるんじゃん、この物件。でこの真正面、ここちょっと三角地帯に奥までなってるんですけど、ここは昔はね、住吉市場っていうね、あの中通れる市場があったという。学校帰りは必ずね、その中をね通って帰るの。で、ここはね、時計屋さんやったっちゃ。このね、横の家も当時からあるね。ほら、作り見たらわかるね。洒落とるもんね。あの白いこの建物があるところに縁紙があった。住吉の交差点、この間を通っていくと箕島商店街までずっと続いとって、昔は結構お店がねたくさんあった。あとね、こっち側のバス停の後ろにねサンリオもあった。当時サンリオめちゃくちゃ人気で、みんな
あの看板に消えた。すごいね、こんなところに線路がやったっちゃうからね。住吉小学校の卒業生です。母校は美濃島の方に、移って、美濃島小学校、住吉小学校、住吉中学校でひとまとめみたいになってしまった。でもね、体育館が残っとるよ。体育館で裏が聖果女子校。もともとはね、ここはね、なんか結構汚いズタボロの家がいっぱいあった。とにかくね、ズタボロがいっぱいあったっちゃん。で、この裏とかに、あ、まだあるね。このビルはね、小学生のとこからある怪しいビル。これ。ちょっと夜になったら変なおっさんたちが出入りするっちゃけど、ちょっと待って。こっちから見た方がいいかな。すごいね、このグリーンが。食事屋さんになっとるね。昔は食事屋とかじゃなかったっちゃ。で、ここに文房具店があったの。国武文具店で、真向かいはね、本屋さんがあったよ。だから昔はね、駐車場とかね、そんなになかったっちゃ。結構お家がね、多くて、今もそうだけど、奥に入ると古いね、昭和家屋がだけいっぱい残っとる。まあ、あとこの通りね、会員制って書いてるところが、まあ、あの、そっち系のお店ですよ。ホモとかゲイとか、そんな感じ。当時と変わらん街並み。あ、ただ駐車場になっとったこも昔はね、家が並んどったっちゃ。友達とかもね、いっぱいおったっちゃけど、私は同窓会とかね、行っとらんけんね。みんな何しよっちゃろうね。ここら辺かな、この辺かな。なんかスーパーアソーとかあった。今考えるとあのアソーグループかなって。なんか2階建てのでかいスーパーがあった。まだ残っとるみたいな。え、これ多分
友達が住んどったというと、とにかくね、いっぱい住んどったの。みんな老けたやろうね。まあ、まあ私もそれなりには年を取ったけど、もうなんかすごいアパートが残っとる。まあ学校行ったらさ、結構みんな公園とかに集まって遊ぶことが多かったかな。ああ、駄菓子屋行ったりとか。私はね、500円札、500円ダメじゃない。紙やったよ。で、商店街にレコード屋があって、初めて買ったのが聖子ちゃんの EP。 あー、ヤングは多分 EP とか言ってもあんまりピンとこんでしょ。レコードは EP と LP があって、 EP っていうのはシングルだけど A 面と B 面、 CD は表しか聞けんけど、レコードは表と裏で A 面と B 面なの。初めてレコードから CD に変わった時にCD の裏をかけたらかからんけん、びっくりしたもん。そんな時代の人です。シャープペンシルも初めて使った時はびっくりした。それまでずっとなんかさ、あの赤い花ポケットのさ、鉛筆で。んで、シャープペンを初めてもらって、使い方がわからんかったもん。これ今5丁目か。あ、こういうの好き。私はね、そげん変わっとらんとよ。昔から。昔は老けとったけど、だんだん年ごとに、ちょっと若く見えるようになった。ここは旧地名が新町ってなった。住吉ってね、こういった路地がめちゃくちゃあるよ。これ一応長屋みたいになっとるね。ああ、なんか多分リノベーションしてお店やったりとかしとるね。でもなんかちょっといい景色や、この辺。ここのね、カレーは美味しいよ。めちゃくちゃ結構人気店。で、ここの通りが国鉄通りね。前歩いた国鉄通り、箕島までが国鉄通り、博多署の前から続く道ですね。ちょっと休憩していこう。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。暑い。外はめちゃくちゃ暑いよ。ここはね、本当や、うん。そしたら、はい、たこ焼きとアイスコーヒー。はい、ありがとうございます。ママのとこはね、いつもこうやって。青のりとマヨネーズで。あ、青のりなしで。はい、わかりました。マヨネーズはいいですね。はい。はい、
おやつもついてるんですよ、こうやって。しかも安い。え、ママ、じゃあいつから福岡におるの？私は10代の頃から。あ、今77だから。ママ若いもんね。7か8ぐらい。じゃあもう青春時代福岡や。そう。じゃあ天神松屋レディース、うんうん、ね、うんうんうん、なんせね、これあのダンスするところ、ダンスホールがいっぱいあったの、いっぱいあった、いっぱいあったのかしら。天神とか中洲とか、へえ、遊びきゅうたよ。すごいね、ダンスホール。うん、今はないけんね、どこも。私たちの頃はディスコしか知らんけど。ああ、ディスコね。なるほど。いただきまーす。生姜持ってこうね。はーい。さらに。おやつがつくね。ダブルおやつ。博多駅もね、だって私の時はね、はい、井筒屋の博多駅やったけんね。うん、あ、そうね。あの、茶色のビルの。あ、う、あ、ん。てか、ママもそうよ。うん。それでね、博多駅はもうちょっと向こうやったもんね。それ覚えとる、出来町のとこやろ。うん、そうそうそう。それは私はあの古地図とかで見たけど、うん、でだけ今の駅の広い道があるでしょ、うん、あれはもうちょっとこっち左、そうそうそう、海岸線向けて行ったらあったっちゃうね。今の出来町公園のところ、あれ出来町公園、エレベーターも何でもさ、うん、英語か韓国語かなんか入っとる、うん、動画を撮ってもね、そう入っとる人どうするこいつに、いや、ここは日本だ。昔のさ、区役所えらい古かったもんね。うん、で上がなんか公団みたいになっとったろうが。あそこまで知らん。本当、うん、あれもかなり老朽化よ。うん、近代的な建物になっとった。うん、なんかね、うん、でもなんか寂しか。寂しいね。昔のイメージがあるけんね。そう。だって私ね、路面電車は乗ったことがないって。あ、そう。だってこれの。うん、うん、あそこ通っとったっちゃろ、うん、私はなんか地下鉄覚えたのはバスがあって、うん、バスのなんかまた紙の券、バス回数券みたいな、あ、そうやったっけ。で地下鉄ができた時は覚えとる。あ、そうね、うん、小学校5、6年かな、地下鉄、うん、うん、いや、すごかったよ、うん、あれができたけん他の路線が結構、うん、あの廃線になったじゃん。筑肥線とか、はい、三ノ島走っとったろうが、ああ、そう、 あれなくなったね、あれ筑肥線って、住みやすいね、うん、便利、私も福岡来てもう長いけど住みやすい、うん、まあ、住めば都と言うけれど、うん、福岡は本当にね、うん、住みやすくて便利で、うん、まあ、食べ物もね美味しいし、うん、うん、ね、だから手の届く範囲に、うん、まあ、全てがある、うん、で30分ぐらい走ったら田舎に行けるやろ、そうよ、ね、だってね、福岡のど真ん中の中がね、ずっと山が見える、そうだ ね都市高乗ったらさ、もうすぐ田舎やから、そう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 、だからそうそう、田舎に住んでも町まで出てこれるってことだよ、笹栗までもすぐやけね、そう、あそこに半島があるでしょ、うん、だけね、コンパクトな街、すごく、うん、ね、いや、なかなか都心にさ、空港があるような街は少ないじゃない。あ、そうよね、だって博多駅から肉館よ、空港まで、うん、ね、すぐ行けるけん、そう、どこからの近くてやるのとかもすぐやん、東京やったら時間を読まんと、うん、もう遅れたアウトやから、そう、それ考えたらね、福岡はいや便利、なんか焦らなくてもね、いいね、うん、ねえ、もうずっとここやろうね、うん、だってでもさ、県外からね、あの博多に住みたいっていう人もいっぱいおるとよ、そうよ、だってここでやから会社の住むときでしょ、うんうん、あの定年退職したら、うん、僕は博多にも住みたい、多いね、なんか移住したい人、そうね、いや、こっち単身赴任来たら絶対ね、多分住みたくなるよ、そうよ、でみんな人もさ、みんなアットホームやん、そういうこと、優しいし ね、本当やね、なんか博多っていう響きがいいね、なんかね、福岡っていうなんか博多がいいね、うん、そうそうそう、博多はいい博多はいいね、本当やね、博多柳町、ちょっと知ってるけど、なんそれ、誰が歌っとったの、昔は子供の時に踊りのライブだけね、うん、それでその時その踊りを踊る歌、へえ、3年生からなるんだね、うんうん、博多の歌、うん、博多柳町、へぇー、年配聞いたら知ってるよ、柳町、うん、あの柳町は恋の町、柳町ってあれよ、もともと遊郭よ、そう、だけんだ、遊郭の歌やん、そう、
でね、まあまあ、その大浜にあった、そこが柳町遊郭ね、が、もともと、帝国大があったでしょ。帝国大学。帝国大学どこ？今の夢タウンとかあの辺にあった。らしい。昔ね。で、その学生たちが、先生とか学生たちが遊郭に来るのはあまり良くないと。いうことで、清川に移転したん。そう。そこが新柳町遊郭になった。うん。だから、清川に遊郭跡とかが、しばらくは残ってたの。うん。だから、まあ、あの辺が、ちょっといかがわしい、あの、地区に変わっていったのね。その後ね。うん。私も、子供の頃、飯塚は、西町。そう。ね。西町遊郭。で、うん、父も店してたんだけど、うんうん、昔にしちゃまあ大きな、うん、ほんでそれこそ小畑みのるとか、うん、あそこのとこ先にあの、うん、劇場があったもんね、うんうん、今ないけどあの公園さ入るの、うん、家族公園で遊郭があったらあれの横に、そうそうそう、今裁判所やらあると思うけどね、あほんで父が私は連れに行ったわけや、うん、だって店に入ってないの、ただ通っただけ、うん、ほんだら帰ってきたら母が怒ってね、そんなとこに子供を連れて、でもその道を回してたら坂の下って言ってから、うん、おばあちゃんの方さえ行くった、あうちの母が怒って、椅子にこう、もう子供の時やけど、うん、椅子長い椅子があるわ、うん、それを同じ座ってここら辺まで肩出して真っ白、あへー、座ってみちゃった、おいらん、で、あの、遊郭のお姉さん、お嬢郎さん、あ、女郎さんね、遊女ね、遊女、うん、いろんな言い方があるもんね、うん。